ライブマッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲーム、通称 DMMORPG、 仮想世界で現実にいるかのごとく遊べる体験型ゲームのことである。ユグドラシル、西暦2126年に発売されたそのタイトルは、あまた開発された DMMORPG の中で、その広大なマップと異様なほど広いプレイヤーの自由度から、日本国内において爆発的な人気を博した。それから12年、ユグドラシルは最後の時を迎えようとしていた。楽しかったんだ、本当に楽しかったんだ。いや、本当にお久しぶりです、モモンガさん。正直来てもらえるなんて思ってもいませんでしたよ、ヘロヘロさん。2年ぶりくらいですかね。そんなに時間が経ってるんだ、やばいな。残業ばかりでこの頃時間の感覚が変なんですよね。それかなり危ないんじゃないですか。体ですか。超ボロボロですよ。うわぁ、すいません、愚痴ばっかりこぼしちゃって。気にしないでください。僕はそろそろちょっと眠すぎて。ああ、ゆっくり休んでください。本当にすいません。でもナザリック地下大墳墓がまだ残っているなんて思ってもいませんでしたよ。え？モモンガさんがギルド長としてずっと維持してくれていたんですね。ああ、ナザリックはみんなで作り上げた本拠地ですからね。モモンガさん、お疲れ様でした。またどこかでお会いしましょう。今日がユグドラシルのサービス終了日ですし、せっかくですから最後まで残っていかれませんか。いや、来てくれただけでも感謝しないとな。またどこかでお会いしましょうか。どこでいつ会うのだろうね。ふざけるな！ここは
みんなで作り上げたナザリック地下大墳墓だろ。なんでそんな簡単に捨てることができる。いや、違うか。誰も裏切ってなんかいない。ギルド武器、スタッフオブアインズウールゴム。これを作るために無茶したよな。有給取ったり、奥さんと喧嘩してまで素材集めに来た人もいたっけ。でも、41人中37人が辞めてしまった。残りの3人だって。行こうか。我がギルドの証を。ギルド、アインズウルゴーンの加入条件は2つ。アバターが異業種であること。そして、プレイヤーは社会人であること。そう。みんな生活がかかっている。夢を実現した人だっている。リアルを取るのは仕方のないことなんだ。うん。ああ、セバスという名前だったか。それに、戦闘メイド、プレアデスたち。お前たちには、玉座の間を守ってもらっていたけど、とうとうここまで攻め込んできたプレイヤーは一人もいなかったな。ギルド長たるもの、最後くらいは彼らを働かせるべきか。突き従え。ギルドのみんなも今日くらいは俺の勝手にしても許してくれるよね。アルベド。コマンドは大気だっけ。どんな設定だったかな。ナザリック地下大墳墓の最上位ノンプレイヤーキャラクターで守護者統括。長っ。そういや、アルベドを作ったのは設定魔の田村さんか。え、何これ。ビッチって。はぁ、ギャップ萌えだったっけ、田村さんは。それにしても、いくらなんでもこれは。本当なら、ツールが必要だけど、これがあれば。何か入れた方がいいかな。モモンガを愛している。うわー、恥ずかしい。バカじゃない俺。あ、確かコマンドはひれ伏せ。過去の異物か。俺、タッチミ、四重天スザク、アンコロモッチモチ、ヘロヘロ、ペロロンチーノ、ブクブクチャガマ、タブラスマラグディナ、武人タケミカズチ、バリアブルタリスマ、ゲンジロウ。そうだ、楽しかったんだ。本当に楽しかったんだ。はあ、明日は4時起きか。サーバーが落ちたら早く寝ないと。仕事に差し支える。サーバーダウンが延期になった。コンソールが出ない。チャットも GM コールも使えない。どういうことだ。どうかなさいましたか、モモンガ様。
モモンガ様、モモンガ様、モモンガ様、いかがされましたか？何か問題がございましたか？あれ GM コールが聞かないようだ。お許しを。無知な私では GM コールというものに関してお答えすることができません。口が動いている。この失態を払拭する機会をいただけるのであれば、これに勝る喜びはございません。 NPC が会話をしている。ありえない。何か異常が発生しているのか。こういうところはゲームの時と同じなのに、コンソールは使えない。運営にも連絡できない。どうする？セバス。は。命令して大丈夫なのか？えい、ママよ。セバス、大墳墓を出てナザリックの周辺地理を確認せよ。承知いたしました、モモンガ様。プレアデスたちは9階層に上がり、侵入者が来ないか警戒に当たる。かしこまりました、モモンガ様。コマンドを用いない命令を NPC が理解しているのか？一体どうなっているんだ？やはり何とかして運営と連絡だよな。 GM コールが使えないとなるとメッセージ。しかしプレイヤー同士の連絡を取るための魔法が GM に届くのか？いや、そもそも魔法って使えるのか？ではモモンガ様、私はいかがいたしましょうか？そうだな、では私の元まで来い。はい。いい匂いって、匂い？そんな機能はユグドラシルにはなかったが。アルベド、触るぞ。はい。脈がある。それに、なんだこれは。 AI でしかない NPC がどうしてこんな、まるで生きているような。だが次の最後の一手、これだけは確認しなければ。アルベド、胸を触ってもよいか？これは必要なことなんだ。そう、自然に聞けば。構わんにゃい、ないな。全然無理でした。もちろんです、どうぞお好きにしてください。状況を整理しよう。このような18禁に触れる行為が行えていることから、新たなユグドラシル、ないしは全く別の DMMORPG である可能性は低い。そしてもう一つは、仮想世界が現実になったという可能性。ありえない。だが NPC との会話、自然に動く表情、匂い、全て今までのゲームでは決して表現できなかったものばかり。っていつまで揉んでいるんだ。アルベド、すまなかったな。ここで私は初めてを迎えるのですね。え、服はどういたしましょうか？自分で脱いだ方がよろしいでしょうか？それともモモンガ様が？よすのだ、アルメド。今はそのような、いや、そういうことをしている時間はない。申し訳ありません。よい、アルベド、お前の全てを許そう。それよりお前に命じたいことがある。何なりとお命じください。第4第8を除く各階層の守護者に6階層の闘技場まで来るように伝えよう。時間は今から1時間後だ。かしこまりました。なんてこった。俺はタブラさんの作った NPC を怪我してしまったのか。くそ、この問題は後回しだ。今しなくてはならないことを片付けねば。成功だ。指輪の転移機能に問題はないな。アイテムは使えるようだ。
アルベドたちは設定通り俺に従っている。では他の NPC たちは？ここは茶釜さんが設定したダークエルフの双子が守護しているはずだが。はっ！うい！アウラ君。いらっしゃいませ、モモンガ様。私たちの守護階層までようこそ。少しばかり邪魔をさせてもらおう。何を言うんですか。モモンガ様はナザリック地下大墳墓の主人、絶対の支配者ですよ。そのお方がどこかにお尋ねになって邪魔者扱いされるはずがないですよ。ところで、まああれ、モモンガ様に失礼でしょ。とっとと飛び降りなさいよ。無理だよお姉ちゃん。まああれ、わかったよ。えい、早くしなさい。はい。もう。お待たせしました、モモンガ様。うん、今日は二人に手伝ってほしいことがあって来たのだが。それがモモンガ様しか触ることを許されないという伝説のあれですか。そう、これこそが我々全員で作り上げた最高位のギルド武器、スタッフオブアインズウルゴーンだ。スタッフの7匹の蛇が加える宝石はそれぞれがゴッズアーティファクト、さらにこのスタッフ本体に込められた力もゴッズを超越し、かのワールドアイテムに匹敵するレベルだ。特にすごいのは組み込まれた自動迎撃システム。まあ、そんなわけだ。すごいすごいです、モモンガ様。そういうわけでこれの実験を行いたい。はい、すぐに準備をします。それとアウラ、ここに全階層守護者を呼んでいる。1時間もしないうちに集まるぞ。シャルティアも来るんですか。ユグドラシルでは魔法は浮かび上がるアイコンをクリックするだけでよかった。しかし今はそれが出ない。だけど自分の奥に意識を向けるとわかる。魔法の効果範囲、次の発動までに必要なリキャストタイム、そして己の中にある MP の量も。サモン、プライマルファイアーエレメンタル。ファイヤーエレメンタル、レベルは80後半だ。アウラ、戦ってみるか。いいんですか。僕しなくちゃいけないことを思い出した。まああれ、プライマルファイヤーエレメンタル、双子を攻撃せよ。マジックシールド！さすがに余裕だな、これは。他の魔法の起動に問題はない。だが、メッセージ。やはり、GM や仲間には繋がらないか。はい、何でございましょうか、モモンガ様。メッセージが繋がった。セバスか、どうだ周辺の様子は。それが少々問題が。守護者全員を集めている。至急第六階層の闘技場まで来て、お前の見たものを説明しろ。かしこまりました。二人とも素晴らしかったぞ。ありがとうございます。こんなに運動したのは久しぶりです。喉が渇いただろう。
様ってもっと怖いのかと思ってました。ん？そうか？そっちの方が良いならそうするが。今の方がいいです。絶対いいです。おや、私が一番でありんすか？さて、この世界が何なのかはまだわからないが、 NPC たちは忠誠を尽くしてくれているらしい。ならば彼らに対しては上位者として威厳を持って行動するほかない。それに情報収集だ。俺はユグドラシルでは最高レベルだったが、ここではどのくらいの強さなんだろうか。そして仮にここが異世界だとして、俺は元の世界に戻るべきなんだろうか。友達も家族もなく、仕事をして帰って眠るだけの毎日に一体どんな価値があるのだろう。では皆、至高の御方に忠誠の儀を。第一、第二、第三階層守護者シャルティア・ブラッドフォール御身の前に。第五階層守護者コキュートス御身の前に。第六階層守護者アウラ・ベラフィオーラ。同じく第六階層守護者マーレ・ベロフィオーレ御身の前に。第七階層守護者デミュールゴス御身の前に。守護者統括アルベド御身の前に。第四階層守護者ガルガンチュおよび第八階層守護者ビクティムを除き、各階層守護者御身の前に平伏し立て祭る。ご命令を、至高なる御身を。我らの忠義すべてを御身に捧げます。Let's be more.